せーの、キラーン、リクナナタンです。今日はもう一回写真なんでちょっとずれた。せーの、キラーン、リクナナタンです。今日はマイクの日。マイクの公式グッズが出たということで。嘘です。間違いないですか？はい、お間違いあります。マイクの公式グッズが発売されました。してません、皆様騙されないでください。正式にはどこから買ったのか、あ、書いてあるわ。うさぎオンラインからビションフリーザのグッズがね出て、ナナがもうどうしても買うっていうことで、僕が知らない間にね、こちらに数点のビションフリーザグッズが届いてるんですけど、それがあまりにもマイクに見えすぎて、マイクの公式グッズって言ってるだけなので、皆さん気をつけてください。はい、ストーリーの方で質問させていただいた。あ、結構前にやったね。確かにジェラートピケからビションフリーザのグッズが出るということで。あ、ジェラートピケってうさぎオンラインなの？うん、会社としてはそうなんじゃない？会社として会社として会社としてウサギオンラインだ。ウサギオンライン。あ、そうなんだ。はい、ということで、ビションフリーゼを飼ってる皆さんはわかるんじゃないでしょうか。ターゲット少ないや、今回の動画需要ないことはわかってます。もっと俺たちが有名だったら、うん、ナナの個人チャンネルにあげるぐらいの感覚でね。うん、そうそうそう。でもまだ俺たち全然有名じゃないから、あげたいけど、そう、サブチャンネルがないから、あげさせてくださいっていうね。需要がなくてもあげるんです。だってさ、私はストーリーでこうたくさん聞いてさ、うん、たくさんみんなに教えてもらったのにさ、失礼だもんね。その結果を、結果をね、結果をご報告しなかったから。確かに、それ都合いいね。そう、確かに。DM くれた方だけ見てください。うんうん、DM くれた方、そしてビションフリーズを飼っている方、ぜひ見てください。見てください。はい、ということで、こちらも届いたのはだいぶ前になりまして、ずーっとね、俺たちさ、今までここの動画部屋で撮影してたじゃん。もうずーっとね、あの辺にね、大きい段ボールがあってね、邪魔で仕方なかった。こっちに移動したのはいいんだよ。こっち、入り口なんですけど、入り口のね、通るところにあったから、いつもまたいでたの。はい。ですね、私は皆さんの意見を参考にして、予約をさせていただいて、予約で購入いたしました。売り切れたらそこはやから。もう紹介していいんじゃない？紹介します。長くない？紹介します。はい、まず一つ目です。一つ目は、じゃじゃーん。こちらの、まるで、マイクがたくさんいるような、マグカップとなっております。かわいい。うわ、これマイクじゃん。そうだよ。皆さんのお家のワンちゃんってこの体勢しますか？ペタって。でもこれさ、違う、なんかやり方がさ、ビション特有だったらしいじゃん。なんかマイクかわいいじゃん。かわいいね。前全部マイクだよ。そう、マイク。ほら、首かしげてる。あ、首かしげてる。マイクだ、マイクだね、これは。あ、これ見て、こうマイクペタって。あ、これほら見て、風感じてんじゃない、マイク。あ、そうだよ、きっと風吹いてたんだ、今度。そうだよ。はい。ということで、以上になります。2点目です。2点目はこちらです。じゃじゃーん。ちょっともうちょっと備えてあげる。こちらはまるでマイクのようなティッシュケースです。実はでも私はぬいぐるみとして購入したので、ティッシュは入れません。これね、俺本当に椅子の上に置いてあるから、まさかマイクがいるわけないんだけど、一瞬びっくりするよね。そう、さっきもさ、違う部屋にこれ置いてたじゃん、うん、寝る部屋に。マイクいると思ったの。マイクいるってなるよね。たまにこれを見てマイクいるって勘違いしてる。なんかこう、こういう感じとかでこういるってね、マイクいるって思っちゃう。ね。ちょっと顔はね、このなんか、つぶらな瞳な感じなんだけどね。絶対そうじゃん。うん、そうだね。ああ、マイクの宮に、マイクの宮に何をマイクの宮についてる。はい。くさ。マイクに攻撃されたので、マイクの宮にがついてました。かわいいでしょ。かわいい。尻尾ちっちゃいんだね。マイクの尻尾はこんなんです。あ、マイクの尻尾長いもんね、うん、こんなの。次です。次はこちらです。じゃじゃーん。やっとパジャマが出てきました。うん、いいじゃん。じゃあね、このパジャマはね、何種類かこう出ててね、本当は全部欲しかったんだけど、ちょっとジェラートピケということで、私にしてはとても高級ということで。そうなんだ。うわ、高級パジャマだ。一着しか買えなかったので、こちらのワンピースタイプにしてみました。でもあれでしょ、女性はジェラートピケあげれば絶対喜ぶでしょ。そうで、そういう方が多いんじゃないでしょうか。私はそういう方ではないですけど、まあさすがにでもビションフリーゼのジェラートピケをもらったら喜びます。で、なんか本当はこのバラバラになってるやつも欲しかったの。この
の定規ね、うん、で迷ったんだよそれを一番私は。だけどさバラバラになってるパジャマいっぱい持ってるからこのワンピースタイプにしてみました、うん、あとバラバラだとこうさ上と下って買わなきゃいけないからさ、だから別売りなの上と下、うん、こう1枚で買った方がちょっと安かったからワンピースにしました。これもねもうちょっと涼しくなったら着ます。肌触りいいかも。確かにマイク3兄弟がここにいるような感じです。いいよねこれ。これ名前何ん、これマイク、マイク、マイク違うでしょ。そうだよ、マイク、メイク、モイク。笑った、笑ってあげちゃった。どうですか皆さん、買いましたか。買ってないんだって。いや買ったかもしんないけど。そうだよ、でわかんないよ、こうさ検索でさジェラートスケッチ、ね、購入品って言ってさ、いつも見てくれてる人じゃないからね。そうそう、別にディズニーとかあのリクナーナとか知りませんっていう人がこう見てるかもしれないから。じゃあ我が家にはねマイクっていうビションフリーゼのワンちゃんがいるんですよ。マイクとブーっていうね、ブーはビションではないんですけども、はい。説明下手か。次行くよ、ほら。ほら、10分経っちゃってるよ、この。次だって終わっちゃうもん、次で。え、そうなの？次行きます。次はこちらです。こちらは、じゃじゃーん。何？何ですか？これは。ブランケット。ブランケットですね。特大の。たくさんマイクいるよ。でね、私、これはね、予約しなかったの。予約はしてなかったんだけど、ずっとね、欲しいなって思ってね、サイトを見てたらね、買おうかなって思った時には在庫切れになってたの。だから、在庫切れならもっと欲しいってなっちゃうじゃん？で、見てたら、再入荷してたから買っちゃったの。っていう感じです。こんなビッグサイズの。見ない。見ない。ブランケットってこんな高いんだっけ？毛布だね。毛布？でもなんかね、うん、ポイント、これをね、買った時のポイントがたくさんあったから、うん、こんなに高くなかった。あ、ほんと？これちなみにいくら？高いね、あなたね。高いね。大事にしてね。はい。こんな感じです。マイクがたくさんいます。これで寝たら幸せですね。でもリビングに置いたらくちゃくちゃにされちゃうから、これは。すごい、今マイクに見られてるんかと思った。さすがにリビングではこれは使ったらもったいないから。で、このブランケットはね、小さいサイズもあってね、それも可愛かったんだけどね。まあ、厳選をしましたね。お値段が高いということで、皆さんは買いましたね。だから買ってないんだ。買ってないんだ。もし買った人いたらマジでコメントください。皆さんは、はい。どのビションを買いましたか、うん、そう、それでね、もっとたくさんのグッズが出ててね、スリッパとかもすっごい可愛かったの、うん、でも私家でスリッパ履いたことないからさ、さすがにやめました。どうせマイクに食べられて終わるから。そうだよ、かわいい、見て、私もこういう服を着たい。はい、ということで需要がないかもしれないんですけども、ちょっとご報告させていただきました。はい。今後このようなマイクのグッズを出したらと思ってますので。そうだね。よろしくお願いします。します。はい。はい。ということで、今日の動画は以上になります。はい。チャンネル登録。グッドボタン。お願いします。TikTok。インスタグラムのフォローもお願いします。では。せーの。バイボー。